このバッグはこんな感じでーす。ーなんか重そうだね。バッグって感じ。赤ペンしかないじゃん。以上でーす。キラパーチューブ。キラパーチューブ。イエーイ。こんにちは、キラリです。ゆずきです。ほなかです。小雪です。私たちキラメキパーズです。今回は私たちのカバンの中身を大紹介しちゃいます。イエーイ。絶対綺麗にゴーヤ入ってるでしょ。秘密。それでは早速やっていきましょう。まずは私からいきますね。じゃーん。やっぱピンクなんだね。こちらです。可愛いでしょ。すごい可愛い。ストラップ、ストラップ、ストラップ、ゴーヤのストラップ、コーラストラップ、ゴーヤのストラップ、あ、ゴーヤ。あとははい、タンブラーです。中身は水が入っています。手持ち鏡。おー、かわいい。で、ピンク色の、おー、カラフル、カラフルです。で、かわいい。ラメついてるよ。ラメちゃくちゃかわいい。何の色かわかりますか？私たちの色ですね。そうです。正解です。かわいい。かわいい。ピンクに紫に青と赤です。あとは私は絵が好きなので、描くのが好きなので落書き帳を持ってます。鍵が筆箱の中に入っています。めっちゃおしゃれ。こちらです。この鍵を開けると開くんですよ。すごい。これを開くことができるんですよ。すごい、かわいい。あともう一つがダンスのレッスンの時に汗かいた時に拭くタオルです。あとはこのゴーヤーです。はい、ゴーヤーを見てたらゴーヤーが食べたくなってきた。そうだ、もぐもぐメモリービビットセット、ゴーヤーを出して。美味しそう。いただきます。生で食べるの？生？やめときな。やめときな。はい、以上です。以上です。以上です。では続いて私のバッグを紹介していきます。私のバッグはじゃじゃーん。おー、かわいい。あ、ハマリ。そうなんですよ。水色のって感じ。中身開けていきます。おしゃれなバッグだね。筆箱。かわいい。キラキラ。中にはこのペンです。おお。いい。あとは手帳とかに貼るシール。かわいい。あります。あとはハサミとか入ってます。かわいい。次は。小銭入れがあります。すごい。小銭入れも青色だ。そう。え、すごい。めっちゃキラキラ。すごくない？あ、すごい。変わるの？すごい。え、すごい。あ、すごい、気持ちいい。いいな。次が、まあ、暑いので、やっぱりセンスが大事だな。おー。こういう感じで青じゃん。すごい。センスも青色だ。で、まあ、雨降ってきた時用に、傘が常備してあります。すごい。あとはこれですね、ヘアアクセサリーが。すごい、かわいい。かわいい。すごくない？かわいい。すごいすごいすごい。最後かな。最後がこちらです。え、あの、アイスが好きなので、まあ、いつでも使えるようにみたいな。なんで？アイスが好きなので。いや、アイスが作るの自分で。そうだね。いつアイスあるの？アイスどこにあるの？買った時用に。あー、なるほど。使えればなって思ってます。はい、以上です。すごいね。これ以外だったらなんとなくわかるけど、これは分かんない。分かんない。
わかんない。はい、じゃあ次は私のバッグを紹介していきたいと思います。はい、私のバッグはこんな感じです。おー、かわいいでしょ。一番のお気に入りはここで、ピッピーのストラップがついてます。じゃあこのちっちゃいチャックから開けていきたいと思います。はい、ここには音楽を聴くためにイヤホンを入れてます。赤色の、そう、かっこいいでしょ、これ。好きなところを開けていきます。で、中にはこちらですね。かわいい。これは手帳。手帳です。もふもふでめちゃくちゃ一目惚れ。一目惚れ、はい、かっこいいよ。でしょ。うん、次、ペンケース。え、すごい、ね、これもなんか可愛くて。ペンケース、かわいい。かわいい。で、まあ中にはこちらです。赤ペン。赤ペン。赤色。なんか全部違う種類なんですよ。え、すごい。何が一番気に入り。やっぱりこれかな。書きやすい。はい、赤ペンしかないじゃん。あ、だと思うじゃん。だと思うだ、思うんだけど、まあ、鉛筆も入ってて。え、入ってない。じゃじゃーん、じゃじゃーん、じゃじゃーん。鉛筆これです。めっちゃ書きやすい、これ。書きやすい。そう。じゃあこの大きい鉛筆でちょっとノートに書いてみたいと思います。じゃあ、自分の名前。赤、星、炎、赤。炎って。え、書きやすい。書きやすい。書きやすい。やっぱ書きやすい。めちゃくちゃ。いいじゃない。めちゃくちゃ書きやすいです。はい、できました。まあ、みんなもね、書きやすいんで、ぜひ買ってみてください。はい、はい、私のバッグはこんな感じです。はい、最後は私のバッグを紹介します。はい、私のバッグはこんな感じです。なんか重そう。じゃあ早速中身を紹介していきますね。はい、やっぱまずはみんなのことを思って。救急箱を調べてます。あと、やっぱ包帯と包帯、包帯、包帯は大切。ね、大切だよね。ね、包帯、包帯ばっかりじゃん。さすがに重すぎじゃない。待って、もしかしてヤミーの時の包帯。ぐるぐる巻きはもう嫌だよ。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 あと、絆創膏と、絆創膏と。え、私の赤ペンより多いじゃん。絆創膏と、あ、なくなっちゃった。ワープメモリー、ビビッとセット。お家にある絆創膏と包帯をワープさせちゃうよ。ワープメモリーで補充しちゃったよ。いや、どんだけやねん。絆創膏をちょっと、包帯と戻ってきて、包帯終わりです。キラパーチューブ、今日はみんなのバッグの中身を紹介しました。みんな個性的だったね。いや、ゆずきのカバンが一番個性的だったよ。まあまあ。ということで、今回のキラパーチューブはここまで。バイバーイ。